ありがとうございます。虹の虹のなんかカンさん、ありがとうございます。そうですね、それでなのでまた後で充電します。おはようございます。今日はね、体育でね、なんかね、実技テストがあるらしくて、書くんじゃなくて、今体育ね、マット運動してるんですけど、なんだっけ、前転とか後転とかやってるんですけど、あとなんかさ、なんだっけ、逆立ちとか、逆立ちは倒立か、倒立とか、あとはね、あのね、なんやっけ、あれですよね、なんや、開脚前転とか、そういうのやってるんですけど、それがあるみたいです。アミね、ちょっとあの今日聞いてほしいんですけど、あのね、後転できないんですよ。できないんですけど、なんとできるようになりました。すごくないですか。もうめちゃくちゃできなくって、本当にね、できなすぎてやばかったんですけど、ようやくできるようになっちゃいました。びっくりですね。そうなんです。なので、それで前転、あ、後転ができるようになったら、開脚後転っていうのも一緒にできるようになりました。そう、なんで今までできなかったんて、なんかね、できてたんですよ、もともと小学生の時とかは。だけど、なんか小学6年生ぐらいの時に、あの開脚、あ、後転をした時にね、あの首がめっちゃ痛くなってね、もうなんかそこぐらいね、めっちゃ後転嫌いになったんですよ。そう、でもできるようになりました。イエーイって感じですね。そう、で、あとはね、展開をやったら加点らしくて、展開できちゃうんですよね。だから展開はやるけど、でもね、なんかね、もう一個できひん技があるんですけど、あの進出側転ってやつなんですけど、なんかね、変なんですよ、できない。それはちょっとなんかね、雨が見た感じはなんか高い位置からやる前転、あ、後転って感じなんですよ。めっちゃもう立ったとこからぐらい、高いとこからやる後転なんです。ちょっとめちゃくちゃ分からへんね、難しいし怖いですね。そうそうです。なので、まあちょっと側転とかをきれいにやって、そこで点数をもらいます。そうですね。でもほんまに後転ができるようになったことは、アミにとってすごい大きなことなんですよね。そうカタつってたのも気になりました。あ、そう、昨日ね、ルームスをあげたんですけど、見てください、よかったら見てください。あの、あれですね、はい、あの CD プレイヤーじゃなくて CD で生写真が出るやろ、 CD 弾いたら、それの開封動画と、あとはね、バトンの時のやつと、5年生ぐらいなんですけどね、あれは、あとね、アクティビティをあげました。見てください、コメントもしてくださいあのゆっくりやと思うんですけど、返していきます、お返事。っていうか、やばいですね、もうあと1週間切りましたよ、皆さんに会えるまで。楽しみですね。あの、だからな、もうほんまにな、疲れたとかなって、朝起きたくないなって思うけど、まああと1週間で会えるなら頑張ろうって思いますよね。もう火曜日やし、あとは水木金、まあ今日火曜日あるけど、4日間ぐらいやればいけるね。っていうか、え、明日
公園ですよね。え、明日公園ですよね。早いな、やば、早すぎてやばいですね。でも多分水曜日っていうか公演が終わったらほんまにもうババババババンと行くでしょうね。あの週の真ん中がね公演なのでね、もう後半戦に突っ切るだけです。うん、そうですね。涙のたったまブリッジとかできるからできますよ、こうやって。で、起き上がるのもできます。まあでも、あのね、あの展開をするにあたってたったまブリッジとブリッジから起き上がるができないと、展開するときに怖いですね、自分が。あとね、展開できて何がいいかっていうと、今ね壁なしで倒立するのも練習してるんですけど、いや、あの怖くないやん、倒れる可能性があるけど足がつけるから、なのでとてもいいです。皆さんももし壁なしで逆立ちする機会があれば、まず展開からやってみてください。はじめまして、はじめまして。そうですね、明日の公演行けなくてすみません。大丈夫ですよ、ありがとうございます。明日の公演が待ってます。なみたん、おは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 ですね。おはなんかね、昨日も早く起きたんですけど、今日も早く起きたんですよ。ちょっと昨日は5時台に起きたけど、今日は6時に起きたんですよ。むちゃくちゃ眠たいですね今。頑張って起きます。頑張ってに起きます。やばい、そうです、皆さんもなので、そうですね、怪我したら危ないから。はい、おはようございます。やほ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 。壁なしやったらそのまま後ろに倒れてしまう、え、ですよね。だから大丈夫です。なみたん寝不足のイメージだから心配やで。え、嘘やん、本当ですか、ありがとうございます。心配してくださってありがとうございます。でもなんか寝るのが早いんですよね、あみは。起きるのは早いと思うんですけど、結構ね寝るのも早いですね。最近はなぜかいつもよりも1時間ぐらい早く寝るんですよ。やばいですよね、寝すぎかな。でも憂鬱ですね、計算してみれば。でもライブ期間になると忙しくて、なかなかね学校の宿題をやらないといけないので寝るのが遅くなりますね。だから起きるのも遅くなります。ちょっと遅いっていうかね、結構ギリギリに起きますね。握手会が近づくとだんだん緊張してきます。わかります、めっちゃ楽しみですね。でもねえ、おはよう、仕事行ってきます。頑張ってね、頑張れ頑張れ。あみたん、おはよう、おはよう。あみたん、あみたんクラス、あみたんクラスでもうすごいねってなって出るんちゃうのかなって。あ、え、体育ですか。でもな、体育はな、体育なら、体育っていうか、なんか何だっけ、体育、え、なんだっけ、なんかさ、あ、体操か、体操習ってる子たちはさ、なんかもうできて当たり前ぐらいでめっちゃすごいんですね、もうほんまにみんな。だからね、全然比べ物にならないですね。久しぶりに会うから何話そうかなって。わかります、なんかさ、逆に喋りたいことがありすぎて何から喋ればいいかわからないですよね。なみはちょっとね、あのね、そうですね、ああとね、あみたんランドにね、写メ会でどんなポーズするかをね送ってますので見てみてください。ちょっともう場面にも送ろうと思ってるので待っててください。他にもなんか
やりたいのとかあったら教えてもらいたいんですけど、あのね、ちょっとアミが今思いつく限りをなんとなくで書いてみたので見てください。おはよう、おはよう、いただきます。おはようございますですね。パンダポーズ言ったけどやっぱりね、皆さん手はしたいですよね。これそうですね、いろいろ送りましたので見てください。あとはね、名前もありだなと思って、なんか去年あみその考えが全くなかったんですけど、なんか皆さんファンの方が一緒にこうやってなんか名前やったり、なんかその人っぽいもの、なんか例えばあみならパンダみたいなのがあるやんか、買ってやけどあみならパンダはちょっとあれなんですけど、まあそういうのでこの人といえばってのをポーズするでもいいし、初めての方は一緒にねやるポーズをちょっと送ってみてので見てください。はい。ガンダムポーズって、ガンダムポーズこんなんですか、肩幅広いから。うんうん、昨日は有給でお休みだったけど今日からまた仕事です、頑張ってください、頑張れ。パンダ去年したもんね、ね、しましたね。なので今年はですかね。パワー全開はどんなポーズだったと、パワー全開のここですね、ここのポーズですね、お願いします。あみたいに通りさせてもらってしゃべっとりたいって、めっちゃおもろいけどさ、ボードがあるやんここだからね、なかなかできないんですよね、ボードね、本当になかなかに、ボードがまあコロナがあったからね、なかなか外れないですよね、一回仕切りがついたらね。今更ながら300のズルが、え、違うですよ、あの多分な、落ちたからあのこのちょっとドアの間におったやろ、だけどな、見てください。めっちゃ無理やり、無理やり感やばいけどさ、0、1おるんですよ。30日ではなくて300って感じなんですけど、いますね。ごめんなさい、充電ガード 20% で出てきた、やばくね、なんでなんでこんな変の、本当に分からへんですわ。あのな、もうめちゃくちゃね、服をね何着ようかなって悩んで、もういろんなお店にあみ本当に行ったんですよ。でやっとこれやってものが見つかったので、もう早く着たいですね。ちょっと握手会の洋服ですね、6月8日ですね。そうなんかあのさ、アミね、もともといろんな系統を着るのが好きやから、なんかね定まってないんですよこれって。例えばもうアミはストリートしか着ひんとか、アミはガーリーな服しか着ひんとかがねあまりないから、なんかもし決まってたらいつもとちょっと違う、あの違うね、何服装しようと思ったんですけど、なんかね違う服装っていうのがないから、ちょっとまあでもちょっと違うかなって感じですね。はい、多分ちょっとあんまり下品ですけど、まあ楽しみにしててください。めっちゃ悩んで、あ、一着はもうめっちゃすぐ決まったんですよ、これやってなったんですけど、1個はあのね最終的に3つぐらいに絞ってそうもう決めれなくてね、ママに聞いたらママもどっちも可愛いから決めれんっていうので、結局 ね、 あのねパパがね、パパに聞きました。なんかそういう決まらない時ね、なぜか全部パパに行くんですよね、めっちゃおもろいな。でも結局パパに聞いてもね、アミとママで決めちゃうんですけどね。聞いた意味って感じやけど。そうですね。はい。よく楽しみ。ありがとう。楽しみにしてください。
充電して寝なかったなって、あの昨日本当に眠たくって寝落ちしたから覚えてないんですよ。つけた気がするけど、もう本当にあのね、のび太さんぐらい3秒で寝たと思うので、ちょっと覚えてないですね。そう、前回はニット帽かぶってたけど、そうですね、前回はかぶってました。そんな感じですね。楽しみにしてください。ママだも YouTube だんやって、ほんまにね、ママがそういうのだからきっと遺伝ですね。ハミも YouTube だんになりました。じゃあ今日の一日のキャンシモさんの絵を描きたいと思います。何描きますか？握手会行ったらみたいにホミを言いたいよって、こんななんか絵文字がおるわ。待ってますね。じゃあもしかしたらこれからこのポーズが消えるかもしれないですかね。おはようございます。特技3秒で寝るね、本当に。自分は常に充電器つけてるから基本 100% って、それもすごいですね。めっちゃ2人でご飯行ったらなかなか決めれないとか、確かにな。でもね、なんかね、ご飯はすぐ決めれるんですよ。あ、でもお店入ってからが長いかも。あ、そうですね、お店入って、え、ちょっとわからん。でも確かに悩むときはめっちゃ悩むなと思って。あ、消えはしないようでよかったです。またアップデートされるかと思った、新しいマークに。今日はバドオンしてるみたいなお願いしますって。わかりました。はい、めちゃくちゃ眠たい。なんかさ、明後日眠たいですよね。皆さんこんなもんですか、明後日。明後日やっぱ眠いですよね。あみね、あのね、最近じゃないけど、まあめっちゃハンカチを使うんですね。あの学校に持ってくから。そうするとね、ハンカチ新しいのを買いました。ちょっとよくわからん文章になってるんですけど、待って。すみませんでした。それで、まあハンカチを使うんですね。それでなんですよ、新しいハンカチを買ったよっていうことですね。ちょっと待ってください。あのさ、みんなさ、拍手するときさ、なんであんなさ、なんかさ、めっちゃ可愛いくしゃみをするんですか？ほんとに。ダダダダーン、こんな感じでーす。なんか可愛くないですね、服が。こうしときます。ちょっとチアリーダーみたいだけど、アミ。そう、アミ今回お話し会でね、チアガールします。最終日に。こんな感じですね。はい。はい、チーズ。ありがとうございます。まあ、いいですね。ありがとうございます。見てください。これ、バーバーが買ってきてくれたんですよ。おパンチ。あのね、あのね、おパンチ見つけたらね、めっちゃね、グッズを買ってきてくれます、毎回。会うたびにね、この前おパンチがおったから買ってきたよって言ってくれますね。あとは新しいハンカチを何枚か買いました。そう、では読みます。あ、13位コニタン、ありがとうございます。12位ひとかゴジさん、ありがとうございます。11位まさやかさん、ありがとうございます。10位コスモライトさん、ありがとうございます。9位りょうじさん、ありがとうございます。8位おうみさん、ありがとうございます。7位べりまゆさん、あれ
待ってください。9位りょうじさんありがとうございます。8位おうみさんありがとうございます。7位べりむゆさんありがとうございます。6位てつめがねさんありがとうございます。5位りんごちゃんありがとうございます。4位さおちゃんありがとうございます。3位まきまきちゃんありがとうございます。2位たかひでさんありがとうございます。そして1位はじゅ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 ちゃんしもさんでした。イエーイ、ありがとうございました。そうですね、あ、すいません止まった。あとね、この前公園でね、あのね、公園でママの誕生日にどんなものをあげればいいかって聞いた時に、昨晩さんがハンカチをあげればいいって言ったので、ちゃんとあげました、ハンカチ。そうです、それでね、何枚か一緒に買ったから急にアミもハンカチが増えたんです。でも前までね、ハンカチほど足りなかったので、とてもいいですねじゃあ皆さん今日も頑張ってくださいね。アミも頑張っていきます。あれ、これやるので、アミは今から後ろ回りとかしてきます。じゃあ頑張りますねせーの、ちゃんしもさん、イエーイ、ありがとうございました。またお越しくださいませですね。じゃあまた明日会いましょうね。ありがとうございました。バイバーイ、ありがとうございます。バイバーイ。